工業があって、あ、それか、なんかちょっと不気味な感じがしてますけど、これでどうも歩きの人は下くぐれるみたいですね。スロープにはなってるのかな、階段かな。おっと、タナテックさん、なんか聞くぐらいな、タナテックって、うん、で、これね、なるほど、これはなかなかないんだそうだよな。おお、祭壇だ。大雨じゃなくてよかったです。これ多分大雨だったら通行止めになってたんでしょうね。よっしゃ。ほっ。ほっほっほっ。ほっほっ。え、どういうことなこれ。あ、ここ、ね、あ、ここ、車が走ってってんだ。すごい。で、不況発生時、直頭灰。これ、防犯ベルなんだ。消火するのあるみたいだけど。あるんだよね。すごい。アスワキアノで綺麗です。防犯カメラも作動中。で、一応スロープもあるね。駅側の方はスロープが出てる、駐輪場の方には、このスロープで自転車でも行けるように なってるんですね。自転車で行く人が秋の方に行く方はないやろうと。まあ、自転車で走ってきました。で、雨の時ちょっとは多分この通行止めが降りるんでしょうね。へぇー。さあ、これストンと抜けれた。で、今渡ったのが JR の線路なんで、駅はこっち側のね、左側の方にあるみたいやけど。あっつい。暑いのに王将で餃子食ったりニンニク食ってるし、ああ、ね、もっとずっとまっすぐ行ったらいいのかな。思ったよりも距離がありますね。はい、これが平野馬場、こっちか、あ、ちょうど青くなった。八尾こっちってなっとるで、もうちょい行ったところかな。店はいろいろありますね。かどやラーメン。お、一気に日が照ってきた。暑い暑い暑い。あ、ここ幼稚園なんや。これね、飛躍の区役所前が、の途中までになるみたいなんで、今、平野区役所、どこ？平野西口。もう後2つやね。うん。よし。うん、やっぱこれは全然歩いた方が早いな。一回バス使ってみたかったけどな。
よいしょ。すごいな。きつい。なるほどね。まあでもさっきぐるぐる大回りしたであれですけど、直線で歩いたらそんなにそこまで、うん、やばいっていう距離でもないですね、全然歩けるっちゃ歩ける距離ですね、チャリンコやったら全然余裕ですよ、でなんか奥の方がちょっと栄えてる感じやから、そっちの方に行ったらあんのかな、いろいろと。やっぱはい、次はの住宅管理センター、市公団住宅かな。ライフもある、はい、蝶々も飛んでる、ね、あ、そっか、バスは、ここの地下のところをショートカットするんじゃなくて、駅前の方からこう、JR の駅前の方から迂回していく感じなのかな。これでこっちの速道の方にバスでありましたもんね。あれ？バス行った？あれ？あれ？おかしいな。なんか俺の知らないバスが走ってるな。Google さんの知らないバスが走ってるな。なんだろう、コミュニティバスかなんかの扱いになってるのかな。いや、俺が時間間違えてるだけか。あれ？